こんにちは、アレックスです。皆さんはこのアインシュタインの言葉を知っていますか？いかなる問題もそれを作り出している時と同じ意識によって解決することはできない。この言葉がサステナビリティの問題を解決するにあたってどんな意味を持つのでしょう？社会全体でサステナビリティに向けた戦略的計画をしていくのはどうしてそんなに難しいんでしょう？大規模集団が使う最も一般的な計画手法は大抵フォアキャスティングであるという研究結果があります。つまり過去のトレンドから未来を予測し、より良くするために問題を解決していく方法です。それが正しい軌道に乗っているならそれで良いのです。でもそれはバックミラーだけを使って運転しているようなものです。数キロメートル先の道もこれまでと同じように続くと期待しているんです。それって危ないですよね。でもこれはまさに私たちがやっていることなんです。またそれはある重要な問いを立てていることでもあるのです。方向性を変える必要があるとしたらどうなるでしょう？もし今向かっている未来とは全く違ったものを望み必要とするならどうでしょう？例えば従来通りフォアキャスティングを意思決定に用いるとどうなるか例を見てみましょう。仮に今日地球上に70億人いたとして、今のトレンドが続くと2050年には約90億人になると予想されます。誰もが仕事や休暇で旅をするために車を必要とします。そのためにたくさんの車、道路、飛行機、空港などを作る必要があります。このように考えると創造性や何か他の正しいことが入り込む余地がないように思えます。誤解しないでください。フォアキャスティングは必ずしも悪いことではありません。問題を理解し適応し、よりしなやかに成功を積み重ねるためには良い方法でもあるのです。前のビデオで紹介したロートの例えはフォアキャスティングが役立つ素晴らしい例です。しかし今の世界のような複雑なシステム、つまり現実のトレンド自体が問題の一部であるという状況において、問題解決を計画するには適しません。当然フォアキャスティングではこれまでのビデオにあるような、今私たちが直面している問題を未来に引き継ぐでしょう。どうして今サステナビリティがイノベーションの重要な原動力になるんでしょうか？ハーバードビジネスレビューの記事によれば、もしも今現在通用しているビジネスへのアプローチをスタート地点としているなら、現在から考え始めてはいけないと提案されています。未来の展望は楽観的に推定してしまいがちです。ですからアインシュタインが言うように、未来から考える方が良いのです。今はこれまでとは違った考え方が必要です。成功からのバックキャスティング、つまり未来から計画することが必要です。私たちは個人としてはみんないつもバックキャスティングを使っています。前回の休日を計画した時のことを考えてみてください。あなたは他の人がどこに行っているかだけを考えましたか？そんなことはありませんよね。もしも旅先として太平洋の白い砂浜にあるビーチが今一番人気があったとしても、あなたがハイキングが好きだったらどのように過ごすと成功なのか思い描きます。そしてそれに向けて最適な目的地を見つけるために、予算、日程、ハイキングスキルなどの制約条件の中、一つ一つ準備をするでしょう。チェスというゲームは複雑なシステムです。プレイヤーはバックキャスティングによってチェックメイトというとても明確な成功のビジョンを使って共有しています。プレイヤーはゲームが終わった時点でチェス盤にどのように駒が配置されているか詳細までは分かりません。ですが2つのキングのうちの1つは最後に絶対に捕まることは知っています。それを知りながらプレイヤーはチェックメイトのために全ての意思決定を行います。チェス盤の流れを見ながら自分の番が回ってくるたびに自分の戦略を変更していきます。本当に持続可能な未来に向けて効果的かつ戦略的に計画するために、持続可能性原則からのバックキャスティングを使う必要があります。たとえ大規模集団でも、サステナビリティの成功の原則は何かを合意するのにこの考え方は役立ちます。サステナビリティというチェックメイトに近づけない短期的で場当たり的な意思決定に時間やリソースを無駄遣いする必要はありません。私たちは持続可能な社会、つまりチェス盤が最終的にどうなるか詳細まで議論する必要はありません。今抱えている問題を未来に再び引き起こす必要もありません。私たちは成功するために新しい技術が開発され、新しい発明がなされるたびにステップバイステップで戦略を調整することができます。もしも持続可能性原則からのバックキャスティングがこれからに向けて良さそうな方法だとすると、サステナビリティにとってのチェックメイトは何でしょうか？バックキャスティングをするのに必要な持続可能性原則は何でしょう？それは次のビデオで学んでいきましょう。
もし内容が気に入ってくれたら、ぜひこの動画で学べるシリーズを見てください。ご覧いただきましてありがとうございます。